ひばりクラブをご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はあの、昭和天皇の三大功績の5番ですね。まあ、天皇と知事という名前をつけましたけれども、これは、えー、昭和天皇のお,お,お写真をですね、焼いた、まあ、全く芸術作品と私は考えられませんが、こういうものを芸術作品として認めている方もおられるんですね。 その方は沈黙を守っておられますので、これがどういうふうな芸術性を持ってるのかということは、えー、私も判断できません。私の目から見ればこれが芸術だとは全く思えませんが、えー、まあ、芸術っていうのはまず第一に美しいもの。これがまあ芸術としては一番大切ですね。二つ目は人の心を打つもの。これはまた一つあれですね。それからまあ、それから全く離れていても、ある意味で画家としてですね、 とか、そういうデザイナーとして、一つの哲学があって、それが人の心を打つような形、つまり芸術性を持っている作品というのはないではないんですね。一番有名なものは、ピカソのゲルニカであります。まあ、これは、え、1937年の4月でしたか。えー、っと、当時のスペインのフランク総統がですね、 えー、スペインの北部にあるゲルニカという街の抵抗運動に手を焼いて、えー、それで、えー、その当時できたばかりって言いますかね、えー、その第一次世界大戦で敗れたドイツは、えー、空軍持っちゃいけなかったんですが、まあその空軍を持つようになった、まあ最初の空軍の爆撃隊に、まあ、ヒトラーを通じて依頼をしましたね。もうゲルニカの、えー、住民の抵抗運動に手を焼いてるんで、 え、ゲルニカを爆撃したと。まあ、こう言って、えー、ドイツからはるばる爆撃隊がスペインの北部まで来てですね。それでゲルニカという町を爆撃したと。えー、もちろんそこには兵士がいたわけじゃなくて、えー、抵抗運動をしてるわずかな方々とですね、それから他の住民だったわけですが、それが爆弾の下で虐殺されたわけですね。もちろんこれ戦争ではありません。 まあ、そのことに、まあ、怒ったピカソがですね、えー、ゲルニカという作品を描きます、えー。このゲルニカという作品は、まあ、あの、割合と急いで描いたものもあってですね、えー、ちゃんとした油絵の道具じゃなくて、ペンキみたいなものを使っておりまして、まあ、そういう意味で品質なんかでは少し問題があるんですが、それでもまあ、芸術としてはですね、大変立派なもんで、さすがあの、ピカソが描いただけあって、 えー、絵自体も非常に優れている。絵との構図とかそういう点でも優れているんですが、えー、それよりもですね、一応、牛と馬と、まあ、いうものを、それから人間ですね、えー、まあ、暴力を持って暴虐を働き、悲鳴を上げて逃げ惑うものを殺戮していくと。これはやっぱり人間としてやるべきことかと、まあ、いうことを、まあ、深く考えさせられる絵だったわけですね。もちろんだから、 対策でもあるけども、芸術性も高かったわけです。もしもこのピカソのゲルニカがですね、本当に世界中の人の心を打って、そして、うん、爆撃ってダメなんだと、戦争とは違うんだと。戦争ってのは腹っぱで陸軍同士が戦ったり、海の上で、えー、海軍同士が戦うと、これ戦争なんですが、えー、全く武器を持たない人、人間の行為の中で最も卑劣なのはですね、 えー、武器を持たない相手を撃ち殺すとか、刀で切り殺すというようなことが一番卑劣なんですね、えー。私がよく言うのは道端で縄跳びをしながら遊んでる女の子に対して、えー、完全武装した兵士がライフルを構えてその女の子を撃ち殺すということがあった場合ですね。それは一体許される行為なのかということになるわけですね。まあ、人間の長い歴史で戦争というのはなかなか避けられないし、 ま、あの、侵略的な戦争もありますけども、この前の日本の大東亜戦争のようにですね、非常に防衛的な戦争っていうのも、ま、同じだけあるんですね。侵略者がいれば、あの、防衛する方もいます。大東亜戦争っていうのは白人がアジアの国々を攻撃して、侵略して、かつ、日本も最後に侵略しようとしたと。直接的にはアメリカと日本の衝突なんですけれども、 アメリカはあの地球の裏側ですよね、えー。日本とはほとんど地理的にも隣というわけでもなし、えー、その産業的にも何もほとんど関係ない。むしろ日本はアメリカから鉄鉱石を日本の需要の70%、それから、えー、石油をですね、日本の需要の75%を購入するっていう、まあ言えば偉大なお客さんだったわけですね。あのアメリカが日本を攻めようと思ったのは、 主にはですね、えー、当時ソ連っていう共産国が世界的な組織としての作ってたコミンテルンっていうのがありまして、それがなんとかですね、えー、資本主義国、自由主義国同士を戦争させて、それで力を弱まらせて、まあ、例えばこの場合ですと、アメリカと日本を戦争させて、えー、日本が負けたと、非常に弱ったと。その時に、まあ、日本に共産党を占領させて日本を共産化しようというのが、 主な目的でした。そのコミンテルンの人たちはですね、アメリカでは国務省の中枢部に入り、え日本ではあゾルゲっていうスパイもいました、まあ。アメリカにももちろん有名なスパイがいるんですけども、この絵内閣、えーまあ、戦争に直接つながっているような登場内閣の前のこの絵内閣ですね、この絵内閣の内部にも相当そのコミンテルンのスパイが入り込んで、 まあ日本を戦争に導いたわけですね。まあ、そうでなかったら日本はアメリカと戦争はしなかったでしょう。まあ、とりあえず、当時は白人がどんどん攻めてくる時でしたから、えー、もちろんアジアにはアジアという地域はなかったわけですね。フィリピンもアメリカの占領ですから、これも白人の国。それからインドネシアなんていうのはインドネシアっていう名前もなくて、オランダ領東インドという名前でしたね。まあ有名なイギリスはインドからビルマ、 マレーシア、シンガポール、これ全部イギリス領でしたね。フランスはインドシナ、今のラオス、ベトナムラオス、カンブニア。中国ほとんど、まああの、半分ぐらいはもう白人に取られている状態でした。満州もロシアが取ってたものを、まあ、日本が変わったということはあります。